辺後の公民館でございます。鹿児島県阿久根市鶴川内阿佐辺後のに存するこの辺後の公民館です。この草冠に長いという漢字は、カイカスクラブチェックアウト2200円でしたね。というわけで鍵個室より安いやつですか。チェックアウトして徒歩300メートルの小倉駅です。ここであれを買わないとね、旅名人の九州満喫切符買わないといけません。5時前から空いているありがたい小倉駅の指定席券売機で旅名人の九州満喫切符買いましたね。1万1000円で3日間、JR 九州及び全私鉄が乗り放題になるということでね、今日も肥薩オレンジテストを乗りますので、これが一番お得ということで乗ってまいりましょう。1回目お願いします。はい、10分、はい、ありがとうございます。はい、無事入居済みになりました。はい、鹿児島本線の所で乗ってまいりましょう。5番線からかな。快速表示になってますが、小倉駅から鹿児島本線始発快速博多駅8連長い連黒ありがたい。3分差乗り換えで階段警戒な。というわけで終点博多駅、やばいやばいやばい。もうこれ本当地獄だよね、本当ひどいね。去年の大会からの JR 九州宣伝されております。4連ですね。まだ右の全部の奥の痛みが残ってますね。そして短い編成だからここついてないじゃんっていうね。はい、というわけで博多駅4番線から始発快速荒尾行き、あーすごい混んでるよ。全く動揺になってませんね。はい、乗りました。南福岡で大量に下車して何のこっちゃですね。普通に着きましたわ。はい、ということでした。
なかったんだ。みんな帰りか。そっか。昨日も臨時列車夜中に出てたので、はい、終点県境を越える手前、福岡県大牟田駅手前ですね。終点の手前におりました。ここで乗り継ぎが同時ホームなので便利ですね。一旦出場しました。駅の敷地外には出ない、ファミリーマート、JR 大牟田駅、クラフトボスとアイスボックスを買いました。夏はアイスボックスだよね。大牟田駅から、お隣の銀水折り返し駅の八代駅終点まで乗ります。2両編成だから、これやっぱ銀水で、古戦橋経由でも銀水から乗っといた方が確実に座れたかもね。大丈夫ですね。入れました。はい、おなじみ茶色いファミリーマートですね。で、これには目もくれずに向こう久津尾根鉄道の八代駅まで移動しましょう。ヌビーでもね、やってますけど、とりあえず歩かされます。これもともとあれだね、貨物駅の施設なのかな、国鉄時代。適当なこと言ってますけど、印象できるみたいなって入っちゃいましょうね。ありがとうございます。あ、まだ来てないじゃないか。なんのこっちゃです。あ、なるほど、そういうことですか。これオレンジ食堂ですか。それが来るってことで、入場できるように計らってるんですね。なるほどです。今ベンチに座りながら、ペーパン線に入ってきました。これが乗る列車ですね。熊本側の列車ですね。
はい、降りました。阿久根駅です。ここは昼降りの初めてですね。昔降りた時は夜だったので自動でしたね。さあ、そしてここにコインロッカーがなくなったという説があるんですが、この超高級ワニ革製のこの駅舎、ね、ということで多分コインロッカーなくなってるんじゃないかな、これ、まあ、一応そのことは想定はしてあるんですけどね。一応また後で外は拝むとして。阿久根駅正面一応出てみました。やっぱりコインロッカーないですね。ということで、デポすることにします。ね、山の中じゃないんで一応装備を今回は持ってきています。阿久根駅から徒歩 3.5 キロ、ラストちょっとした上り坂でございました。おお。そしてもう右の腰が明らかに痛いっすね。今リュックは置いてきて、で、肩掛けショルダーは首にかけてネックバッグにしちゃってるんですけど、それでも恒常的に痛いです。どういうことなんだっていうね。まあ、ロキソニンも飲んで、なんとかこらえて 3.5 キロ45分弱で歩いてまいりました。そしてこちら、ザザン、ヘゴの公民館でございます。鹿児島県阿久根市鶴川内阿佐ヘゴノに存するこのヘゴノ公民館です。この草冠に長いという漢字は中国の元々ある漢字で、なので幽霊文字じゃないんですけど、これはイラクサですね。雑草、昔は実用性があったんですけど、四川用案なんですけど、イラクサという草を表す単語で、日本でも長野県の地名では、これ長野に見えますけど、長野県の地名ではこれはね、エラと読むということでね、イラクサの名まったんだと思うんですけど、ところがここでは鹿児島県ではヘゴと読みます。ここ阿久根市以外にもヘゴと読むところがあるそうです。このヘゴというのはヘゴの木ですね。シダ植物、茎の根元が、合わさって太くなってね、園芸材料の刺繍なんかに柱にするのにね使ったりするヘゴの木というのがありますが、まあヘゴは木じゃなくてシダ植物です。そのヘゴだと思われますね。つまりこれは衝突用例ということですね。二つの異なる植物に対して当てられた漢字が、同じ字形になったと、まあ、いうことでございます。こちら笹原先生の論文の中に、まさに先々週訪れた、口辺に老いると書くね、遺憾別神社の遺憾ですね。まあ、他にこれが大人と読んだりとか、まあ、あと、ね、ウバと読んだりするやつですが、それらの、参照とするという用例の、論文に、笹原97年論文のその、口辺に老いるの参照とす用例の説明のところに脚注が打ってありまして、この草辺に長いという字も、国土行政区画総覧で2箇所別の読みに出ているということが、まあ、記載されているんですね。ということでまさにそのうちの片方、このヘゴノに到達したということになります。もう一個は8月に行く予定でございます。長野県ですよ。これで訪問できました。疲れた、痛い。一応念のためね、横に回り込んでみましたら、こんな、昔ちょっと昔っぽいこのヘゴの里道、里道里道改修、記念ですかね、記念の木が あれで糸辺になってますけど、この糸辺も崩してるんですけどね、これでヘゴのバッチリ草冠に長いヘゴです。はい、いろいろ人の名前が書いてありますが、これはいつの日なんでしょうか。大正9年だそうです。大正9年ですね。大事なことを言い忘れました。ここヘゴのですけども、ヘゴの門というね、前ヤン川に行った時のね、ヤン川門というのがあったということでね、この、薩摩藩の、特殊な特殊というか特別なね、そういうその、徒党制度というか、その地域の制度があって、その門もこのヘゴのが門だったということが、今調べて分かりました。補足でございました。さあ阿久根駅戻りましょう。ヘゴの公民館から 3.5 キロ戻ってきました。ちょっと遅くなって45キロ。ちょっと足痺れてきてやばすぎないかって気もするんですけど。あ、なんかオレンジ色が止まってますね。さっき痩せる駅で見たやつ。そして今回、こちらにデポさせていただきました。
まあ、混んでないから大丈夫かなということでね、万が一の突然の雨に対応するようにこのように、はい、ワイヤー足す、ワイヤーロック、ワイヤーロックをこのね、この、ジッパーの、噛むやつに穴に通して、かつその穴にワイヤーを通すというね、こういうセキュリティ対策でございます。盗まれてませんでした、壊されてませんでした。アクネ駅戻ってきまして、水戸岡町合室で冷房で涼んでます。あ、やっと落ち着きましたね。カレーを食べてる時間はちょっとなかったので、まあ、今日の激辛チャンネルの動画はなしということで残念でございました。阿久根駅から北通りに鉄道八代駅で折り返します。今回は鹿児島県はここだけでしたね。湯の浦駅で降りて本日の乗り鉄おしまいでございます。3分近くでしたね。下り列車の遅延でございます。お見送りしました。ご視聴ありがとうございました。ここから先は、ここで動画一旦切って、ここから先の湯の浦温泉亀井荘は、毎度おなじみそれだけで1本か2本動画を作るという構成になっております。チャンネル登録よろしくお願いします。